モーターラフォトン ISW11M は、モトローラモビリティによって開発された、au ブランドを展開する KDDI および、沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで、CDMHX a ウィンターオーストレート型、スマートフォンである。製造型番は、モア1 1アメリカの携帯電話事業者である、スプリントネクステル向けに発売されたモトローラフォトン 4G をベースにしており、 細部は異なるものの、ほぼ、同じ仕様である。au 向けのモトローラブランド端末としては、初のスマートフォンで、モトローラブランドの携帯電話としては、IDODDI セルラーグループ時代の C100、M 以来11年ぶりの再参入となった。他、キャリア向けを含めても、NTT ドコモの m 7 0 2ニング以来5年ぶりである。なお本機は既存の au 向けスマートフォンである。 HTC EVO IMAX ISW11、HT 及び HTC EVO 3D ISW12、HT などと同様に AUIC カードに非対応のため、この機種に機種変更する際は AUIC カード非対応機種と同様に AU ショップで手続きする必要がある。このため AUIC カードを登録している他の AU 携帯電話や AU スマートフォンに差し替えての利用は、 不可能である。なおシムスロットが搭載されているものの、本機種ではシムロックを解除しないと機能しないうえ、解除を行った場合でも AUIC カードは使用できない。Web タップに対応しており、専用クレードルのモーターラフォトガ s w 十一 m 専用 HD ステーションを利用すると、HD ステーションからマイクロ HDMI で外部ディスプレイに接続したり、USB で キーボードマウス USB メモリに接続でき、大きな画面で、モジラ、Firefox などが利用可能。ディスプレイ出力は 720B。WebTap は Ubuntu ベースで、ソースコードをオープンソースで公開している。実行中は、Android と WebTap が同時に起動し、両 OS を同時に一つのディスプレイ内に表示することができる。1GB の DRAM で2つの OS が起動する。 2011年12月28日に開始したモバイル WiMAX における 64QAM による上り最大 15.4Mbps の通信に対応。なお、本機種は CPU がデュアルコア2である関係上、Android 4.0へのアップデートが検討されていたが、米国モトローラ社が同社の発売したテグラ2を搭載するスマートフォン端末ほぼ全てについて、 OS アップデートを行わないとした模様。日本向けの本機種も対象となり、結果として ISW12HT と ISW11 回の間に本機種の OS アップデートは行われなかった。2011年12月14日にソフトウェアアップデートが配信された。更新内容は次の通り、2012年2月22日に開始された。 ソフトウェアアップデートでの更新内容は次の通り。2012年4月26日に開始されたソフトウェアアップデートでの更新内容は次の通り。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。